皆さんこんにちは、真実を語るクロコです。本日はお便り紹介ということで動画を撮らせていただきます。まあ、このようにですね、普段と一風変わったテイストになっているんですが、視聴者さんからご投稿いただいたお便りを拝読して皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。今回のお話は要約しますと、白蛇のたたりという皆さんいかにもお好きそうな話題でございます。民族学、宗教学、文化、俗信、俗習、かなり深いところまで関わってくる白蛇、皆さんの生活の中で言えば、白蛇を見かけたら金運が上がるとか、白蛇の脱皮した皮を見つけたら家が栄えるとか、白蛇の皮をお財布にするなんていう話もあったりしますよね。それに加えて今回のお便りには超能力、霊能力を使う方が出てまいります。まあ、やはりこういったものに関しては信じる方、信じない方、信じる方、疑う方、それぞれいらっしゃるかと思いますが、このチャンネルの良いところといたしましては、皆さんのようなお一人様ずつの視聴者さんの目が入ることで、それだけ意見が集まってきて多角的な考察ができるというところだと思っております。正解不正解ではなく、いかに楽しむか。普段からクロコのチャンネルをご覧いただいている方は、民族学の知識を持ってこのお便りを楽しんでいただきたいと思います。それでは参りましょう。白蛇のたたり。真実を語るクロコ様へ、はじめまして。昨年より特定の YouTuber を追いかけてみるようになり、クロコ様に引き寄せられるように、過去動画も含めていつも楽しく拝見させていただいております。これは誰にも信じてもらえなかった話です。長くなりますが、クロコ様ならば信じてくださるかと思い送らせていただきます。これは知人の有名な怪談師にお話ししても、ネタにならない、信じられないからと言われ、二度と誰にも話さないと決めたお話です。学生時代に交際していた方の友人、男性が払うことができるくらいの霊能者で占い師をされていました。私は怖い話は好きでしたし、 S 県にある実家が今考えればお化け屋敷のような出来事が多かったのですが、自分にも霊感があるとか怖い体験をしたという自覚はありませんでした。しかしその友人が言うには、体験してないはずがないと断言されていました。今思い出せば、彼と友人と出会う前から確かに普通では考えられないことがあったと思うのですが、それはまた後々語らせてください。全ての根源はこれかなと思っているので、一つ一つの回帰は私には枝のようなものだと感じております。祖母には、私には白蛇様がついているといつも言っていました。それを友人に伝えると、蛇は一代の繁栄しかさせない、末裔にたたる、そう言われた言葉が忘れられませんし、そういう一面もあると私も実感しています。ある日、彼の自宅に遊びに行った夜に友人と2人で買い出しに行きました。私は怖い話が好きですが、彼は怖い話が嫌いなので、2人になれた今だとばかりに友人に何か聞きたいとせがんでいると、あそこの公園は避けた方がいいと教えてくれました。東京都内の中心部 T 区にあります。そんなふりをされたら行きたくなるもので、買い物帰りに嫌がる友人の手を取って公園を覗こうとした時でした。初めて明確なひどい悪感を感じました。やばい。友人が私を無理やり引っ張り走り出したのですが、何かに呼ばれたような気がして、私は振り返ってしまいました。遠くの方にジャングルジムがあって、その上に青く光る小さな子供が見えました。ライトが当たっていたのか、白いというより青く見えたのを覚えています。遠かったのでわかるはずがないのに、その瞳が銀色に光ったように記憶しています。友人と大慌てで彼が待っているマンションまで猛ダッシュして帰宅しました。なんとか帰り着いたのですが、友人はすぐさま台所に行くと塩を持ち出し私に振りかけました。そして唖然とする彼と共にクローゼットの中に押し込まれ、何があっても声を出すな、いいと言うまで絶対動くな、そう言われクローゼットの扉を閉めました。私の脳裏に青い子供と銀色の目がフラッシュバックしていて、体の震えが止まらず、彼はその尋常ではない様子の私を抱えてくれていたようでした。どのぐらい経ったのかは分かりません。いきなりクローゼットの外で大きな音がしました。
友人の声は聞こえません。ガタン、ガタンと重機で物を運んで落とされるような音がします。あまりの異常さに息をすることさえ危険な気がするくらいでした。どのくらいクローゼットの中で震えていたのか分かりませんが、真っ暗闇の中に光が入ってきました。扉を開けたのは友人でした。油汗が額に光っていて、一応大丈夫だった、それとごめん。彼はバツが悪そうに体をひねると室内の家具が消えていました。全く状況が理解できませんでした。テーブル、椅子、棚などは消えて、テレビは真っ二つに割れていました。こんなことができるの？起こるの？あまりにも異常すぎる光景に声が出ませんでした。その時の友人とはもう疎遠です。何があったのかはあの後も詳しく聞きませんでした。そして数年前に彼は病で亡くなりました。26歳という若さでした。葬儀の時にあのことは関係ないよと参列していた友人から言われました。しかし亡くなった彼は無関係でも、私の好奇心が招いたことなので、私は今でも申し訳ない気持ちです。それは友人も同じなのか、葬儀以降はどこにいるのかも知りません。誰にも話さないと決めていたことですが、私が話すことはないとしても拡散力のある方に任せたら届くかもしれないと思い送らせていただきました。友人を責める気は一切ないし、きっとあの時守ってくれなかったら今の私はいないと感じます。感謝してると伝わればいいかなと思います。彼が亡くなった後、私は自分がプロデュースしているカフェにて強盗傷害事件の被害者になり、店を潰しました。その翌年には交通事故に続けざまに2回会いました。2回目は即死でもおかしくない、時速100キロ近く出していた晩にスクーターの私がすっ飛ばされる惨事でした。それが私が26歳のことです。悲しくも彼が命を落とした年を迎えてすぐでした。今でも後遺症を背負ってはいますが生きています。続けざまに死にかけた時、彼が守ってくれたんだと信じられる瞬間を感じました。友人の予言通り、私の一家は祖母以外は不遇な環境になる人が多く、男性は皆短命です。唯一私は割と成功の兆しが見えた時に立て続けの事故からの転落でした。それでも私は生き延びています。友人が今でも無事であることを心から願っています。血縁関係の負のループを断ち切るために自分なりに民族学やいろんな呪術系のことまで調べていて、たまたま黒子様の YouTube を見せていただきました。いつも興味深く勉強になります。詳しく説明するためにはかなり面倒な土地で、偏僻な村ではない観光地が実家なのですが、白蛇のたたりという意味では、私に起こってきた数々の出来事と彼まで巻き込んでしまったかもしれないことは切っても切れないと思っています。知り合いのお坊さんに相談して根付いている土地から離れて聖域に住むことを勧められ、今は琴で結界があるとされる場所に住んでいます。巡ってくる不運を断つためには自分が自力で成功することだと信じて再起を図っている最中です。あまりにもぶっ飛んだ話なので信じてもらえるかは分かりませんが、とどめておきたくないので真実として語っていただけたら幸いです。お便りありがとうございます。これは非常に難しいお話でございまして、まあ、まず前提としてオカルト心霊というものには明確な答えがない場合というのが非常に多くございます。まあ、その例に漏れることなく今回のお便りも信じる信じないというラインでの話になってくるわけでございます。ですからこれはご自身の中で実体験として処理をしていただいて、我々第三者からした時には信じる信じないという観点でまず入ってしまうということだけはご了承をいただきたいというふうに思います。そしてこの話の肝になってくる部分としましては、霊感のある方にどれぐらいの信憑性を置くかということになってくると思うんですが、買い出し帰りに青白く光っている子供を見て、その目が銀色に輝いていたと、そこから白蛇のたたりにつながっていき、最終的に一家の境遇のご説明までいただきましたけれども、やはりたたりというものもですね、これはオカルトや心霊、文化、俗習、そういったものの類に入ってくるわけですが、まずご自身の中で実体験として処理をした場合にとても恐ろしい経験をしたというものがある上で、私なりの考察を続けさせていただきたいと思います。
この話でですね、かなり衝撃的だったのは、霊感のある方が、クローゼットの中に投稿者さんと彼が隠れている間に、まあ、ガタガタと大きな物音をさせながら、何か解決をされたと。そして部屋の外に出てみると、家具がなくなっていて、テレビは真っ二つ。まあ、おそらくですね、多くの場合この現象が信じる信じないの中で信じないに偏ってしまう大きな原因だと思うんですね。まあ、序盤にいろいろな方に相談したけれども、まあ、信じてもらえなかった。怪談師さんにお話をすると、まあ、それはネタにならないと言われてしまったということなんでございますけれども、まあ、物がなくなるという逸話は多々ございまして、まあ、こんな話がありますので一例を挙げさせていただきますと、まあ、とある修験者さんが滝でご修行をされていた。まあ、ずっとこう滝を浴びているわけですね。身を清めながらお経を真言を上げて陰を切っていく。そしてその最中、ハッと意識が飛ぶと天狗がいる世界に飛んでいたというんですね。そしてそのお天狗の世界の中で人間としていろいろな話をしていく中で、自分も天狗に心を寄せられてしまって、人間として帰ってこれなくなるような実感を抱いてしまった。次に意識が目覚めると滝が止まっていて、水たまりの中で自分は正座をしていたというんですね。つまり滝ごと消えてしまった、滝の水が止まってしまったなんていう話もあるわけでございます。まあ、これもオカルト心霊的な宗教学的な一つの逸話ではありますけれども、物がなくなるということに関してはもう話せばキリがないわけでございます。まあ、よくあるもので言えば、怪談師さんがイベントか何かで用意をしていた心霊写真を探していくとフォルダの中から消えていた。そしてある時ふとした瞬間その写真が戻ってきている。まあ、このような現象が家具にまで及んでしまった、まあ、そういったことの類だとは思うんですけれども、視聴していただいている皆様方、この実体験いかがお感じになりますでしょうか。黒子としての結論はですね、まあ、いわゆるポルターガイストのようなものが動く現象の、まあ、かなり大きなものに値するのではないかと思うんですが、これは学問的に対処をするというよりは自分の中でそう処理をできるかどうかというものでございますので、真実を語る黒子というこの看板がある上で、これは間違いなく彼の霊能力的なもので家具を消した、何かお祓いをするにあたって家具が消えざるを得なかったということを認めるというよりは皆様方に投げかけさせていただきたいなというふうに思っております。こういった不思議な現象があるということを投稿いただいただけでも大きな価値はあるかと思います。私一人の結論ではなく、ぜひ視聴者さんも交えてご考察をいただければ幸いでございます。このチャンネルではこのように皆様の実体験を含めたお便りを募集させていただいておりますが、皆様に似た経験はございますでしょうか。ぜひこちらのアドレスまで送っていただきまして、このチャンネル内で取り扱わせていただければというふうに思います。本日はお便りを紹介するという形になりましたが、冒頭に申し上げました通り、信じるかそして信じないかという2つの軸で皆様もコメントをいただけたらと思います。投稿者様、貴重なお便りありがとうございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。